官長、字は南京。新末の官僚。直霊省、正はじむ出身。1834年、含み継ぎとなる。1842年、天心の解剖を検索して、終盤に登用され、奇襲省独産に赴任した。独産は、貴族が多く南地の地と言われていたが、官長は断連を組織して、貴族を討伐したため、小林翼に評価された。 1854年、霧市の養王鳥が放棄して、純義を包囲した。艦長は援軍に駆けつけ、純義の包囲を解き、養王鳥を切った。1855年に、各地で、宮王族の反乱が起きると、艦長は鎮圧のため転戦し、一戦地府となった。さらに、四戦総督、落兵将、湖南純部子林翼の援助を得て、先行立て、 1859年に、奇襲家手貯道に昇進した。1861年、アゼチ代理となったが、帝徳の他教所の推薦で、不正主大偶が加えられ、バトルの称号が与えられた。さらに、奇襲巡部となり、僅差大臣となった、他教所と共に奇襲省の反乱の鎮圧の責任者となった。1862年、 天中の共栄法を率いる豚族の法器を鎮圧した。その後、南部の長領省を率いる海賊の法器軍や、四川省から侵入した石たち平家率いる太平天国軍と戦ったが、他教所が共案の責任を問われて解任されると、紀州省の軍は弱体化した。1863年、官長は病のため辞職して故郷に帰った。死後、家。 安氏の死亡が送られた。ありがとうございます。